あ、リンゴだね、美味しいわ。ウォッカの感じはほんのかに買う。はい、2018年12月11日発売、ストロングゼロの丸ごと青リンゴ、期間限定を紹介。では、原材料を見ていくと。リンゴウォッカ、炭酸酸味料、香料、甘味料、アセルファム系、スクラロース。まあ、ストロングゼロらしく、まあ、アルコール 9% で、なんかシンプルな材料で、多分栄養成分は低いのでしょう。では、栄養成分表示を見ていくと。もう安定の数値だね、本当に。酒好きで糖質制限したりしたらもうストロングゼロシリーズ飲んどけっていうわけだけど、あれだもんね、アウトプット貧乏だで、ね、新しいもの試したいので、それではいざ飲んでみましょう。はいはい、お疲れ様です。では飲んでみましょう。乾杯。逆だ、いつもこんなことしてね。どうでしょう。本当です。本当。あ、リンゴだね。美味しいよ。ウォッカの感じはほんのかいか。やっぱ飲みやすいストロングゼロあれだな。低糖質だしいいよね。12月11日の期間限定。なんかいろいろ取ったで片っ端買ってきたんで。っていうのは、今日、12月24日でクリスマスで、まあ、介護施設でおばあの行って、そしたら28日ぐらい前なんか、年内の館内改装工事で、なんかあんまりなんか入っていかんような状況ですとかさ、入っていかない状況だからあんまりいかんでもあれかな、邪魔になりそうかなって結構なんか部屋とか変わって帰省してなんか工事しとったもんで、なんか普段は毎日行くんですよ。だいたい朝9時半から11時前の間に。そんだけど28日まで24、25、26、27、28まあね、まあ行くのやめようかな、その工事があるね。どっちみち行ってもなんか落ち着いてね、会えるわけじゃないし、別に会いたいわけじゃないし、そんな工事しそうで、普段やってるリハビリ行事も普段も1回でやるんですけど、3回とかでやってるので、なんでまあやめようかなって。今日も明日から、ね、引きこもり対策として、明日は火曜日でローソン一応なんか新製品がラーメンだけ出るけど、そんなに無理して買うのじゃないな、試したことないラーメンをスーパーなんか3軒ぐらいでコンビニとか回って買ってきて、で、チューハイもコンビニとかスーパー回って一通り飲んだことないやつ、新製品っぽいです。本当は火曜日なんだけど、発売は。それを買ってきて、もう明日から引きこもろうというさ、いや、毎日引きこもってなってる。うん。そうそうそう、そんな感じで、うん、やっていこうかなって。そしてあれだもんね、いろいろ作業。これで今日はあれだもんね、データ頑張ってブログと全部まくったもんね。ちょっと英語の問題が残っとるのがあるな、やりきれてないのが300問ぐらいあるかな。でもトータル数値としては今日何本これ、いやダダクサのブログだけど、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、20以上分分けて、動画も1、2、3、4、4本上げた。はい、これでこれこっちに分したちょっといいか、これ動画も何音声を間を切るのを15分か20分ぐらいの動画を今日いっぺんドラムがかかるか計算した。12時50分頃からやり始めて、音楽入れて1時15分頃に終わったかな。すべての書き出しボタンを押すまでは。だから、だいたいその喋った時間分の時間ぐらい切るのに時間かかるのかな。ただあれって、すごいクリエイティブな作業じゃないもんさ。結局、どうやってやるかでも調べて、ショートカット機使う。コマンド B を押して、ほんで、次の波形の iMovie で見て、波形がないとこまで行ったら、そこでまたコマンド B で押して、そしたらもう、MacBook Pro で言うと、右上のペケ、上ディレイトボタンって消して、それの繰り返し。すごいこれってクリエイティブじゃないで、外注してもいいよなって思えるような、なんか自分でやる必要あるのかなって、それでもなんか自動化してくれるソフトかなんかないのかなって、システムじゃないのさ、音声もないとこだけ。
映像を無視してボンボン切ってくれる。要はテンポよくポン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 、今喋れんからだから喋らしたいのか、意図的に。それで、今ニュースと仮想通貨の勝手な考察は、音声と、動画を別で撮っとるんですよ。というか、今日から英語物語の音声と、要は画面録画と、これで撮る音声を別にしとる。ただ英語物語の場合ゲーム時間が短いので、私あれって切っちゃダメだから、喋ってなくても画面があるから、そういうのがね、ニュースとかみたいに喋って言及してくるような形が、それにこうニュースとかだと仮想通貨でもあれ、結構短くストーリーつもりで、意外に15分か20分、20分はかかったんだって、そうスクロールしたり間を入れて、もうちょっといっぱい。なんか腹がボロボロして。で、ニュースなんかだと、今日なんかあと40分くらいかな、まあ、読みながら喋っとるから喋ってない時もあるから、ね、間が多いから、ね、でもう一発で撮っとる、ね、台本なんか見ずにこれって言って、次はこれとか言って、でニュース見て、みたいな、読んでからやって台本チックに書いたら思ったあれなんだけど、それでやってて、だから今日や何言及したニュースを今日あげたいかなと、6時から行けるかなと、6時からやって、で、40分ぐらいに撮り終わって、撮り込んで、7時ぐらいで、それでやるかなと思って、そこで気づいたのが、この音声と動画、要は英語物語かのアプリゲームで、別々に撮ると、音声切るときに、2つ切らなかったんですよ。要は、動画の、おとなし動画と音声だけ動画、まあ音声だけ動画で正式に言うとずーっとこんな状態が映ってるんだけど、そこに音声が入ってるだけ。それが2つあるもんで、2つ切るとこれ1個や2個音声切るないけど、これ多分カットになんか入れたらコンマ1秒でもなんか切るようになってない、なんかあれって意地になるというか、こだわりたくなるというか、やっぱ間隔が短ければ短いほど何テンポがいいっていうかさ、情報が早く伝えれるかな。それを やったもんで、今はまあそのように動画と音声のやつを一緒に切ると無駄なもんで、一回そのままの状態で書き出すの。これの動画と、例えばこの画面録画した動画を。で、それが、こいつで録画しとるんで、すごい容量で、30何ギガとか、はないでしょ。そうそう、ちょっと待てよ。そう、32ギガあって、で、この画面の音声の方が、これがいくつなんだ？画面の音声は、そんなないか。そんでも3ギガぐらい。だから、要はこいつの音声がとっとくっとんだよね。だから、逆に言うと、この音声取ることって、音声だけで取る方法とか、一眼とか、要はいい機材で、ないのかなぁ。そこら辺はちょっと、もう少し考え、それかも、5時から撮って、1時間前倒しにして、書き出し時間も何、最悪1時間ぐらいかかることを込みにして、編集しだすか。やっぱ何、今日、研究したニュースは、今日出したい。だけどこれ撮ってまたこの後に仮想通貨の考察を撮るんですよ。そんなに飲んどると、なんか、寝ちゃうと。じゃあお前が飲むなって言わない。それはそうだけど、それはまあ否定しんだ。結構音声切るのってブログ書くとかよりなんかクリエイティブ感も感じるってなんか苦痛じゃん。単一作業だもん。ひたすらコマンド押してコマンド B、コマンド B、これそこまで進んで、ペゲ、コマンド B だもん。こだわりすぎなのかな、間が多いところ。こうやって何こだわり、こうやってっていう時でも、こうやってって言ってるわけじゃないよね。少しコンマ1秒とか2秒ぐらい曲がる。それデラッキーになる。それ短くすると早いんだ。要はなんていうの、その出来上がったのが自分がニュース情報として聞くならそういうタイプの方がいいよな。そう一切のままなしでさ、いちいちなんか画面で笑い取らないといいとか。ニュースだって、まあ著作権の関係で全部は出せんけどさ、ここで撮るもんでも URL 分かるし、大体言及してるサイトとかも URL 見や分かるわね。いや俺分かる。その国の言葉が読めんでもさ、それうちはそこで出てくるんでさ、その記事調べればわかるんで。で、一応、何、動画の見出し欄にさ、自分のついした言及内容をサクって書いとんの。どこどこ、まあ、国まで書く、
書いたり書かんかったりはしとるんやけど、自分の中で分かる範囲の略語で、あんまりそんなに専門用語じゃないけど、分かる用語をいちいちなんか説明する時間というか、だったら、ね、ググれよって。ひどいけど、いや、聞かれれば言うかもしれんけど、そこら辺がもう少し課題かなと思って、私、MacBook Pro 買ったから、MacBook Air がありますよね。そうだ、2台だ。で、2台で、そうやって編成しようかなって言ったけど、向こう、遅いわ。書き出しも、読み込みはまだあるかもしれないけど、書き出しは多分きついと思う。とか、30何ギガなんか、そんなことやらせたら、一日中なんかシャ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 言ってそうだもんね。まあ、それを考えると、朝起きて、まあ何、身支度してから、もうすぐ何、英語アプリの本日の問題数。アプリによってはその問題数が分かるんだろう。これだけの AI 処理で解かなかってことだけど、解いた方がいい。出るので、そこら辺を見て段取り考えると。まあ、でもやっぱあれだよ、ね。ニュース読むときは、英語物語の協力か、鬼桃の発音なんや。こっちに目を集中したいもんで、英語物語とか他の単語とか問題を解くアプリと、問題見るとダメだ。ちょっとでもさ、そのタップとか、問題のタップとかもあるしさ。もう鬼桃だと、ひたすらこうやってやって、発音しとって、ハローとか、I'm glad to hear that とか、なんか言っとりゃいい。いや、言っとりゃいいですよ。いい加減だなって言わないけど。読んどるときに口か目を動かしたいのさ。もちろんその鬼桃は今2台でやるの。iPhone、iPad。バカでしょ。それがもうどうしようもなくやるもんないってことない。そのできん発音が多いし、聞き取りのね、難しいっていうのもあるから、やらない問題じゃないけど、そのゲームとしてのスタミナとかがなくなったりしたら、まあ、スタディサプリを聞くと。やるけど、そこら辺をもうちょい効率化よくなんか考えたいかなって。朝、読んだのをそのまま編集してあげればその日にあげれるし、日付にこだわる必要ないかな。朝読んであげちゃうと、ちょっと薄いじゃん、内容が。で、ニュースとしてはさ、ああ、いろいろやってみるだろうな。相場は別にいつでも朝でも夜でもやれればね。ただし、飲みながらなんかやる作業に向いとるだろう。飲みながらやるなよって話だよ。でも飲みながらやっても、シラフでやっても、結局出る結論は一緒だから、そんな大差ないし、ただ、相場の考察としては、日本時間だから朝よりは夜のあれかな。どこでも一緒だけど、動くな。そんなとこだなぁ。パソコンの処理能力は早いけど、まあ、音声と映像を別撮りしてる以上、強いて言うならこのレベルが2台あると、その、酒飲んで年買ったらできるわ。それぐらい今日やるかなと思ったけど、その書き出し時間というか、音声と映像が別だったりの、アホだもんね。その時に気づいて、あ、しまったと思って、まあ、あかんなと思って、何したとかっていうと、英語物語の。イベントやったらアホでしょ。バカだね。一応ドロップしたらいいけど、とりあえず新カードは見たらいいけど。まあそんな感じですわ。だな。まあこれであと、音声が別じゃなかったらそのまま取り込んで編集するだけだったら多分30分の喋った動画でも20分ぐらいいける自信はある。ちょっと集中すれば。単一作業で面白くないけど。なんかその時あれだよね。どうでもいいやつをなんか、登録してやる YouTube 動画流しとくか、だからね、分かっとるスタディサプリ流しとるか、なんとかできるけど、そんなとこだな。これ長くなるとまた後で自分が困るので、そんな感じで終わりましょうかね。まあとりあえず、ちょっと動画編集も慣れてきて、ザ・クリエイティブな作業で、そこら辺をどうしようかなって。あとニュースと、俺の手と頭が動きゃ、ね、機械は2台だから、なんとかできるかなって。まああとはその、英語アプリのちょっと時間がとって動画に撮られず、ブログはなんとかまくってきたけど、まあでも楽しいよ、こうやってなんか。自分の限界で。あ、最後に思い出した。この目の病気。こうやってなんか濃くしとるから再発してきたっていうか、すごい難しい感じの名前で、ちょっと忘れたけど、最後に言っとくけど、働きすぎの男性にどっちか出るの？右目か左目、30代か40代、いわゆるストレスで。目のない。
眼球の裏の中に水が溜まってね、どっちかだけ視力落ちて、耳に出るんだ。今日朝ニュース見ると、なんか部屋に見にくいよな、使い方そんなわけないよなって、今度だいぶ買って寝とるしな。2年ぐらい前に北海道行く前に病院行っとったんだけど、結局行っても何も診察するだけで、水が溜まっとるっていうのはレントゲンとって分かるけど、結局もらうもんじゃなくてビタミン剤ぐらいだもんね。飲んでも飲まんでも自然回復する可能性があると思う。自然回復はしていくみたいな。会社辞めて多分一応ストレスというかストレスがなくなったんだよね、分からんけど、それで治っていったんだけど、今日の朝もなんかこれ見にくいよなって、こうやってやると分かると。今そんなに感じ光があるというかな。確かに疲れとる時というか脳とか酷使した時は見にくいなと思ったけど、今日は露骨に感じた。本当片目で見るとすごいなんか全部なんかアラブの象形文字みたいに日本語もそんな風に見えた。うん、それを喋ろうと思ったから最初に。まあいいや、まとまらんかったら終わろう。まだまだって立て込むようでガン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 喋ってしまう。とりあえずそんな感じで。あ、そうか。まあクリスマスでも何でもいいよ。私は仕事します。はいはいはい。そんな感じで、ストロングを丸ごと氷の紹介を。っていう雑談だと。ここで、このアスタイルやっていきます。はい。お疲れ様です。でもやっぱりあれだね。ストロング系は本当に甘さが控えめで、そこそこアルコール度数があって、酒飲みの人は飲みやすい。そんな感じで、お疲れ様でした。